ございます、本日は原点に帰るということで和州ゴルフクラブに来ております。前回は77ということで最高のスコア叩き出したんですが、今日はどうなることやらということで、また、動画上げたいと思いますのでお楽しみに。それでは行ってみよう。はい、それではスターティングホールいきます。345ヤードパー4です。ちょっとやや右ドッグぐらいです。ドライバー行きます。右サイドの林です。はい、右サイドのラフにありました。木に当たって落ちてきたみたいです。残りピンまで160ヤード、6番アイアンでいきたいと思います。正面の木がちょっとあれです。それなりに行きました。手前のバンカーでした。残り15ヤード。おかしいなこれ。あー、上がらん。一発で出ませんでした。しょうがねえ、これが受けとけやな、最初から。ごめん、ありがとう。ああ、うん。2.5 メートルのスライスライン。これは速そう。よっしゃー、ナイスボギー。ナイス。オッケー。これがいい。この位置は大きい。はい、141ヤード、パー3です。ピンは奥、8番アイアンで行きたいと思います。ちょっと弱いですね。左のカーラー、エッジグラス。はい、左のちょいこぼれたところぐらいに手前にあります、ピンまで6メートル。上りのスライス。もう先行っちゃう。あ、じゃないか、これ。やめとこ。やっぱやめます。はい、1メートルのパーパット。で、パッチ。ナイスパ。はい、ありがとうございます。はい、340ヤードのパー4です。フラッグまで230ということで、どこにあのフラッグですね。あれを狙っていきたいと思います。これじゃね。まあ
ちょっと左ですが、で、まあ、あるのはあるでしょう、左ラフでしょう、あるある、あの木の向こうじゃ、はい、左のラフにありました、残りピンまで90ヤード50度でいきます。はい、右サイドのカラーに止まってました、3メートル下りのフック、バーディージャンクションで決めたいところですね。522ヤード、パー5に来ました。やや打ち下ろし左ロック。ドライバーで、正面のバンカー越えが最高なんですけど、ちょっと怖いんで、ちょっと右。正面、鉄塔狙いで。これは完璧でしょう。フェアウェイ左サイドになりました、残りピンまで220ヤードの打ち上げぐらいです。もう3バウトいきます。はい、チョロして左行ったら一応打ち直しておきます。4番ユーティリティでいきます。もう最高のショット、もう最初からこれ打っとけば。のラフにありました。残りピンまで65ヤード、56度でいきたいと思います。いいんじゃないでしょうか。はい、グリーン手前のまたカラーのところにありました、残り10ヤードで56度アプローチいきます。難しいなこれ。強く入りました、はい、ピン奥2メートル、ややフックの下り、入れてダボ、厳しい、なんとかダボで防ぎました。ダボ、はい、よかった。まあ OB した分